一日。おはよう。何してるの？何も。退屈してるの。ほんと退屈。やっほー。おはよう、クリスタル。おはよう。退屈そうね。うん、すっごく。最高のアイデア聞きたいでしょ？驚くわよ。聞きたい。なになに？新しい遊園地に招待してあげる。私たちの貸し切りよ。遊園地を持ってるの？そう、私のよ。ふん、私はお城を持ってるわ。ああ、新地内ならここに残れば。みんな行こう。行こう。クリスタル最高。バイ。待って、私も。うん、雪で道が見えない。前はちゃんとあったのに。こっちよ。多分まだなの？歩きすぎてもうヘトヘト。そうよ、この近くだって言ったじゃない。心配しないで、ここで間違いないわ。何度も来てるもの。何にも見えないし、おしっこしたい。レディは文句ばっかりね。ちょっと黙ってて。おかしいな、ここだと思ったのに。さっきもこの看板を見たよ。そうだよ、この道はさっきも通ったわ。絶対にここよ。雪で見えなくなってるだけ。丘に登って探してみる。上からなら見えるはず。遊園地なんてないって言ったじゃない。クリスタルの嘘だって。もうクリスタルはみんなを騙したのよ。帰るわ。嘘じゃないわ、ここにあったの。ん？おお。疑っちゃって本当にごめんなさい。許してくれる？始まるよ。みんないい子ね。それにすごくかわいい。おとなしく座れて偉いわ。みんな準備して。はい、今行く。ララの演奏中は静かにしてね。物を壊すのもダメだよ。危ない。心配しないで、直してあげる。
喜んでくれてるみたい。わーい、ラボー。ナーラは許してくれる？もちろん、オルガンは好きだけど、友達の方がずっと大事だもん。親友だもんね。マジティアス。おー、最高。よろしくね。大丈夫、きっと楽しいよ。寂しいのは私もよ。こんにちは、ドッティはいる？お風呂中よ。ティギーを置いていくよ。それとカバンもよろしくね。オッケー。あ、そうだ、チョコは絶対にあげちゃダメよ。すごく大事なことなの。一口もダメよ。聞こえた？はいはい、チョコが大事なのね。来てくれてありがとう、ティギー。遊ぼう。あとで泡たっぷりのお風呂に入れてあげる。でもまずはナーラの言ってた大事なことからよ。チョコ。どうしたの？食べて。これくらいかな。ちょっと何してるの？ダメ、こっちに来なさい。何してるの？やめて。金のおしゃぶりはダメ。あれ、金のおしゃぶりだ。ドッティのじゃない？降りてきて。早く。私に任せて。こっちにおいで。ラーラだよ。いた。ただいま。やだ、チョコをあげたのね。チョコが大事だって言ったじゃない。食べさせないことが大事なの。早くジャムをあげて。食べれば落ち着くわ。効果がない。チョコをあげすぎたのね。ごめんなさい、ちゃんと聞いてなかったの。ティギーはずっとこのままかな。このままなんて絶対にダメ。見て、ティギー。すごい、これで元通りね。おはよう。チョコケーキ食べる？ダメ。ベビーカー、これかわいい。私も誕生日に欲しい。いいな。ん？わー、わー、あれ見て、プレゼントよ。大きな箱。うんうん、最初に見つけたから私が開ける。誰も触っちゃダメ、私に開けさせて。ファンシー。あ、いた。うん。私のベビーカーよ。最新モデルよ。すごい、かっこいい。ゴムのタイヤに、おー、それとおしゃぶりの加速ステッカー。す
ごーい。私のベビーカーと同じよ。早いの？世界一早いわ。私の方が早いわ。レースカーだもん。何だってできるわ。例えば一瞬で時速100キロ、高速ターン、ウィリー、空も飛べちゃう。ふん。ハンドルはどこかしら。後ろ向きに乗ってる。本当だ。下がって発射。おん？動かないの？なんでだろう。涙で満タンなのに。ララ笑うなんて失礼よ。そうよ、助けてあげなきゃ。ファンシー、赤いボタンを押さないと。動いた。ごめんね、ファンシー。新しいベビーカーが羨ましかったの。ファンシー、リア！じゃあ、ベビーカーを交換しよう。きっと楽しいよ。貸してくれるの？もちろん、友達だもの。一緒に使おう。乗って。素敵。すごい。イエーイ。すごい。私も乗りたい。私も私も。私の誕生日？わーい！誕生日だ！誰の？私の！そう！今日は私の特別な日！プレゼントをたくさんもらわなきゃ！ラララララララ、そうだ！いちごショートケーキも！くれよ！早く来て！ろうそくを全部吹き消せるかな？どうだろう？最初にお祝いしてくれるのは誰かな？すっごく楽しみ！くれよー！変ね、誰もいないなんて。クレアはどこ？ん？ねえ、おはよう！じゃあね、ディア。え？ねえ、今日は何の日か知ってる？火曜日でしょ？違う、水曜日よ。違う、火曜日よ。水曜日だって。忘れるなんて。いいもん、ナーラならきっと覚えているはず。私の誕生日をお祝いしてくれる？ナーラは覚えているわよね。何？音楽を聴いてるから、後でね。そんな、どこに行ってたの？誰も私のこと気づいてないの。一人もよ。誕生日なのに誰も祝ってくれないの。どうしよう、バースデーソングを自分で歌えっていうの？面白くないわ。人生最悪の日よ。サプライズ！イエーイ！覚えててくれたんだ。マジリア！はぁ、素敵なサプライズ。どうぞ。いちごのケーキだ。イエーイ、ハッピーバースデーディア。わぁ、かわいいリボン、嬉しい。ありがとう。きっと似合うよ。かわいいもん。私も誕生日に欲しい。最高の誕生日。
にかくれんぼも。ケイティは？うん、タブレットを使うのは後にすれば？見て、新しい子猫ちゃんだ。今行く。あ、また子猫よ。私たちと遊びたくないみたい。そんなことはないよ、きっと。みんながいなくなってもきっと気づかないわ。そうかな。見てて。病気なの？うん、大変な病気なの。うわー。ホワイトチョコ？ダメよ。気分が悪くなる。他のものにして。どこが悪いの？ここよ。おお。具合が悪いときは何でも頼んでいいのよ。私、すっごくお腹が痛い。痛い。うん、私も。コニーは病気だからお願いを聞いてあげてるの。うん、私たちも病気なの。うん、わがまま言いすぎちゃった。ペットたちかわいそう。ごめんね、キューティー。私たちが看病してあげる。賛成！マジティア！
しいものは？え？寝ながら出て行っちゃったのね。探さなきゃ。今の聞いた？ライオンの声、テディを食べちゃったんだ。ライオンじゃないわ、テディよ。木の上よ。起きて、テディ。下で何してるの？レディーこそ上で何してるのよ。本当だ、下ろして。遊んでる場合じゃないの。そうだ、木を揺らそう。よいしょよいしょよいしょよ。私リンゴじゃないわ。倒せばいいのよ。どうやって？カムロン完成。あい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 、遊ぶのは後よ。あいあい、硬くて歯が立たない。心配しないで、いいこと思いついた。おー、サーカスで見たの。レディ飛んで。うん、私も見たよ。素敵だった。輪っかをくぐってここに着地するの。飛んで。無理よ。本気なの？ベイビーの私には無理よ。一生木から降りられないのかな。みんな最高。助けてくれようとしていたのね。気づかなくて本当にごめんなさい。